達也とメイコのほのぼの夫婦ラジオ野村家へようこそ。皆さんこんばんは。こんばんは。達也とメイコのほのぼの夫婦ラジオ野村家へようこそ。進行担当の野村達也です。ほのぼの担当の川崎メイコです。この番組は夫婦で声の仕事をしている野村川崎による野村家に遊びに来ているような感覚でのんびり楽しんでいただこうをコンセプトとしてお届けする番組です。イエーイ愛の手よ愛の手のちょっとなんか今よれたかなと思って珍しくすいません、なんか喋り出しでちょっとニコニコしちゃいました、はい。しばらくは土曜日朝10時からと水曜日の夜21時からのそれぞれ1時間、週2回でお送りしていきます。それダメなんですよ僕、なんか楽しくなってくると声が楽しくなっちゃうんですよね、はい。そうなんか達也さんたまにその笑いこらえてんじゃないかなみたいな時がちょいちょいあるよね。そうなんですよ、私ゲラっていうんですかね、うん、笑いの沸点が低いっていうんですかね。よくあのナレーションなんかやっていると Q ランプがついて、うん、はい、でこのタイミングで喋り出してくださいっていう Q ランプがつくんですけど、うんうん、ディレクターさんの机のところに Q ランプと、うん、トークバックってそのボタンを押すとその時だけやり取り会話ができるってボタンがあって、はい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 、ディレクターさんによってたまに間違えるんですね。だから Q ランプが光らずにトークバックのカチッってクスーっていう、うん、向こうのなんか雰囲気音が入ってきて、はいはい、もうそれだけで僕楽しくなっちゃって、へーすいませんすいません、あ、いやこっちです、いやすいません、それぐらいこらえて喋ればいいんですけどダメなんですよ ね、楽しくなっちゃって。昔はい、実況で、はい、テレビで流れてるのを見た時に、はい、ゴールの瞬間、はい、多分これ耐えてんだろうなみたいな、いや あるんですよ。いや聞いてくださいよ、オープニングね、別の話しようと思ったんですけど、うん、まあいいや、うん、はい、いいですか話しちゃって、うん、はい、そうなんです。実況でね、研修をして僕が教える側だったんですよ、うん、後輩さんを。で後輩さんが実況のレースをやってるのを僕後ろで見てて、はいはい、で前半レースをその彼が、うん、後半レースを野村がやる、うん、で前半レースやってて、もう彼もデビューして仕立てでもう緊張しながらレースやっててでやってるので、まあ、一応番号だけは絶対間違えないようにねってボートレースの実況やってるんで、はいはいはい、ですけど、で何番ゴールイン何番ゴールインって彼が最後に6本ゴールインっていうもうそれが面白くて、今彼は明らかに6本っていうすごい身に覚えがあるというか、わかるな、あ、そういう間違いの仕方ってわかります、わかるそうなんだ、あるんだ、うん、そういうのって、うん、もうなんか自信満々に違うこと言うとか、うん、それを目の前でやられたもんで今でも僕も今汗かいてますもん、笑いでそう、もうこの後僕レースの実況するんだけどって言ってね、うん、だからレース本編もそうですし、その後のいわゆる競馬でいうパドックみたいな、はいはい、選手紹介ですって言って、うん、1番誰それ2番誰それ6本もうダメだ、死ぬ死ぬ、もう6本って言いたい僕もね、なんかね、直線距離をタイム、なんとか展示タイムですみたいな、はいはい、1番 6.0 いくつ、うん、6.356番6番 6.57 以上ですでももう僕はこれから僕は倒れるんじゃないかっていうぐらいね、笑いをこらえてしまうのは良くないですね、本当に僕もう本当に原稿でですね、ヨーロッパのことヨロッパーって書いてあってこの人僕を笑いにくいってるんじゃない、なんて面白い誤字脱字をするんだたまにね、そういう誤字あったりするとね、そうなんです、あるんですよね、うん、なんかそういうのが僕も本当にもう1ミリも見えないぐらい黒く、うん、塗りつぶしました鉛筆で消してうっすら見えてても僕は笑うので、はいはい、うん、家でマジックで真っ黒にして、うん、ヨーロッパって書いてよし、これはヨーロッパだ、ヨーロッパなんて書いてなかったぞ、でもその消した後を見ると、そうなの、もともとあったものが思い出されちゃうんじゃん、ふん僕の頭の中はね、時速300キロヨーロッパそうなんですよ、だから本当に僕はね、それでも今も笑い汗かいてね、うん、顔赤くなるんですけど ねすごい今、顔が真っ赤だものそうなんですよ、すいませんね、そんなことをしていてですね、オープニングトークがだいぶあっちに行きましたけれど、はい、はい、説明してください、そうですね、オープニング、はい、そうですね
はい、あなたも一緒に今巻き込まれ事故になりましたけど、累計2回目の原稿のどこを読むかを忘れる奥様をお届けしましたが、はい、今回ね、はい、ちゃんと分かりやすい原稿を直してもらったのにね。そうなんですよ。なのにどうぞ。はい、行きます。はい、ではぜひ今回もあの番組の感想などハッシュタグをつけてツイートしていただけると嬉しいです。ハッシュタグは野村家ラジオでツイートしてください。野村家は漢字、ラジオはカタカナです。はい、また番組ホームページ、ツイッターアカウントもありますのでぜひチェックしてみてください。はい、ということで今夜も1時間ゆるりとお楽しみください。お楽しみください。野村家へようこそ。改めましてこんばんは、野村達也です。川崎芽衣子です。はい、オープニングでですね、はい、私が笑って仕方がないボートレース実況のことがあったので、はい、ちょっともう一つこぼれ話をお届けすることです。はい、はい、ぜひぜひ。あの実況私が何年かやっていて慣れてきたなっていう頃に、いろいろ選手のことをですね盛り込んだりしながら、ちょっとレースの白熱したところも盛り上げたいなみたいなことをやっていた頃があったんですけれども、はい、はい、あのその時テンション上がりすぎてですね、ボートレースってあの選手男性女性が入り混じって戦うんですね、なので女性レーサーっていうのも一つ注目されるピックアップされるところなんですけれども、はい、女性の選手が男性選手と先頭競り合って前に出たんですね、佐藤幸子選手という選手、ベテランの選手がいたんですけれどもはいはい、はい、それが言って私はもう力いっぱい先頭は幸子って言ったんですね思い出した急にですね、どの選手のことも下の名前だけで呼ぶなんて一回もしたことないのに、急にその時なぜか僕は手元にあった出走表の佐藤幸子選手の下の名前だけ目に入って、先頭は一番の幸子って言ったんですねもうどういう関係者だよって自分の彼女かのようなですね呼んでですね、もうで別に周りにスタッフさんというかあの審判さんがいるんですけど、別にリアクションしないんですよ。審判さんたち気にしてないんですよ。ただ僕だけ猛烈に面白くなっちゃって、確かにあの普段の言い方が出ちゃったみたいな感じ。そうなんですよ。先頭は幸子っていうね、なんで僕女性選手のしかも失礼な下の名前だけで呼んだんだろうってなって、もうそっから僕も笑いをこらえるの顔が真っ赤なんです。実況はしなきゃいけないし、笑いもこらえなきゃいけないしって、あれはですねもう何年も前ですけど、今思い出してもあの息が苦しくなるというか。確かにその話も聞いた瞬間に思い出したよ、私も、はい、ね、当時も大爆笑してましたよね。いや、はい、そう、達也さんね、そういう鉄板ネタがいっぱいあるんだけどね。いやいや、なかなかね話せない内容もあってねそうなんですけれどもね、まあそういうことがあってですね、私はつい笑ってしまったというので、はい、今このですねあの CM 間のですね休憩のところで話して思い出したんで、お伝えさせていただいて、はい、さあ近況トークに行きましょう。はいはい、はい、最近の何か野村家にありましたかというところでは、というところで、ふるさと納税を、ああそうね、達也さんがね、はい、で去年ぐらいからね奥様にもね、やってみたらっていうのを勧めてもらって。そうなんですよ、結構ね、あれは2000円、実質2000円で、あの地方のいろんないいものが入る。あ、そうそうそう、まあ、あの間をはしょってますけど、返礼品っていうねそうそう、あの寄付金を、あ、そう、寄付金ね、渡したお返しに返礼品として特産物がもらえる、うん、私あの報道などで一緒にやっているナレーターさんもですね、去年ぐらいやってるって言ってて、結構計画的に、自分の、あの人の、その収入によってそのふるさと納税の限度額も決まっていると、そうですね、そういうのもシミュレーターがあるって教えてもらって、あ、なるほどって言って僕もいろいろ調べて、あ、なるほど、何万円か、あ、まあ、これねいくらってね明確に言っちゃうとなるほど、野村さんの所得はいくらぐらいなんですねって分かっちゃうんで濁しますけども、はい、まあまあ何万円台のところで、できるというのが分かったので、まあ、せっかくって言って、であれ、1月から12月の間でやったのが翌年の確定申告で、これ何の番組なんですかねいやで使えるっていうのを聞いたんで、はいはい、12月ぐらいに、じゃあつって楽天のふるさと納税サイトみたいなとこでやってっていうのをいくつかやったんですね。あれがそうなんです、今お話ししてくれたように、控除できる、だから実質2000円分で、寄付額の3割が目安なんですって。へー、それがちょっと去年はあのなんか高騰して、はいはい、どこもあの寄付してほしいじゃないですか、うんうん、納税してほしいから、その額をちょっとお互いこういろんな市がね競り合って上げてっちゃったもんで、はいはい、ちょっと高額すぎますよって。あー、なんかニュースにも、ね、そうそうそう、一時期なっていましたね、なんとか市が注意を受けて、っていうのがあったので、だいたい3割ベースっていう、1万円の寄付すれば3000円相当のものが
もらえて、はいはい、でそれが、自分の負担額2000円でっていうところで、いくつか注文したんですけど、うん、先日それでそう、はい、達也さんがあのカニをね、はい、そうなんです、頼んでくれていまして、北海道のある市で、はいはい、カニのあれはお鍋用っていうんですか、鍋用でも生食もできるって書いてあって、はい、まあ、カニの足とかね、いろんな部位が、そうなんです、そうなんです、タラバガニのやつが冷凍で送られてきましたね、はい、まあ、野村家といえばですね、奥様が無類のカニ好きでいらっしゃいますので、カニ大好きなんですよ、はい、本当にね、うん、なんかこうビュッフェなんかに行けばですね、うん、奥様黙々とカニの足をこう剥いては食べ剥いては食べやっているぐらいカニが好きな奥様なので、うん、あ、じゃあせっかくなんでカニしゃぶなんかをねやりたいなっていうのが先日届きまして、ね、いやなかなかのボリュームありましたね、結構あったね、うんうん、はい、2から3人前みたいな感じで、はい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 、なんでね、まあ、だからあの2万円分の寄付で買えるっていうものだったので、うん、まあ、3割だと6000円分ぐらいっていうにしたって ねあれはお店で食べればだいぶいい、そうだよ ねいや、やっぱ美味しいカニって美味しいなって奥様から時々出る美味しい何々は美味しいですねシリーズの語彙力ですけれど、はい、やっぱ北海道のね、ね、カニは美味しかったですね、だから生食できるっていうから、はい、ね、しゃぶしゃぶってやって、うん、まあ、なんとなくいい感じに あったかくなったらね食べるみたいな感じに、はい、ちょうどだからあまり茹ですぎないのがちょうど良かったね、そうですね、うん、だから解凍するのもね水でざっと洗ってドンとやって、うん、あとはもう鍋に入れれば、うん、しばらく温めれば、うん、色が変わればって、甘くて美味しかったですね、どうですかカニ将軍こと奥様としてはあのカニは、はい、あのカニですか、はい、いや素晴らしいですよ、いやよかった、素晴らしいですよ、なんだかんだ食べ放題のカニは、ね、はい、あのそんなに、まあ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 、それを一生懸命ほじっていた私としては、まあ、カニスプーンでね、はい、そうなんです、だからあの奥様のお家はお正月でね集まってなんていうのがね、うん、この情勢前なんかは毎年私もお邪魔してましたけれども、はい、そうすると肉が出てきてカニが出てきてって、そうね、すごい振る舞い方だなって、やっぱねお父さんたちがね、はい、私が未だにあの学生時代の流れでめちゃめちゃ食べると思い込んでるんで、はい、うん、ね、カニやら肉やら、ね、この人数で食べる 量じゃないよねみたいな、いやだからね私もねご商売に預かって、うん、カニを毎年美味しいですよね美味しいね、そうだからねこの情勢になる前は、うん、ね、ご実家の方で正月集まるか、うん、あるいはあの元役者さん、私の同期のね、はいはい、役者さん、今あの会社の社長やってる方がご飯会開いてくれてたんですけど、うん、そこで年末になるとカニって、そうあれも幸せだったな本当にね奥様、うん、本当だからね参加するようになってからしばらくしてね、あ、めいちゃんはカニ好きだもんねって、はい、どんどん食べてって言って、そうね、なんかお酒とか飲む人たちはそこまでね、はい、あの食べ物を、あ、まあ、そうですね、お酒を飲みながらって感じなんですけど、 その分私がもうね、はい、サボり食うように次々食べているって、はい、そしてこの間もやりましたけど締めのカニ雑炊、あー美味しかった、ねーね、なんかカニの出汁よく出てたね、うん、カニ以外にもねやっぱそれだけじゃ足んないと思って、はい、うん、野菜とかあのタラの切り身とかね、いろいろ、あ、まあ、そうですね、入れたんですけど、ね、はい、まあ、そのいろんな出汁がね、うん、混ざってて美味しかったね、ね、キノコ白菜タラ、うんうん、ね、私が収録の帰りに、はい、買ってね、うん、帰りましたけどね、はい、そのタラの甘口とか塩タラとかどれが違うんですかっつって、うん、写真を LINE で送って ね、これですっていうのを買って、あらタラも美味しかったですけどね、そうなんです、そしてカニ雑炊甘くてね、味付けを特にね、あ、そうそうそう、塩入れるの忘れたなんて、うん、奥様言ってましたけど、ね、いやいや全然全然ね、え、うん、というのがね、あのふるさと納税の納税がから届いた第1弾として、はい、勝ちが来まして、ね、この後もなんか、はい、第何弾かいろいろ来るらしいので、まあ、あの別にラジオでねこのラインナップを私がお話しする必要も特にないんですけど、はい、ただこの後予定として私が買ったものだと、牛タンが来て、うん、お肉別にあのいわゆるロースとかのお肉も来て、でまたあともう一つシャインマスカットが来るのかな、素晴らしい、というのを確か年末去年駆け込んで注文したはずなので、うん、はい、もうすっかり私も楽天経済圏の人間としてですね何かあると楽天市場ポイントがアップするにはどうしたらいいんだろうってやってます、ね、そうポイントがね上がるとその、ね、ポイント10倍とかっつったら、ね、うん、1万円買ったら1000円返ってくるっつって、
へえ。だからふるさと納税をね、例えば3万円分やったらね、うん、2000円の自己負担でポイント3000円返ってくる、うん、謎の錬金術が始まってるぞって。そんなことが。そして控除にね、はいはい、他の額は控除だ、うん、僕はどこかの回し物かのようなあれですけど、まあ、ただふるさと納税自体はね、はい、ね、国がやっていることですので、ね、うんうん、ね、皆さんも応援したい市があったりすれば、ね、ね、元々のところに納税するのはもちろんとしてね、はいはい、プラスアルファを。一回私もやろうと思ったんだけど、はい、あまりに迷いすぎて、うん、時間かかりすぎてちょっとこれ嫌だなと思って一、はい、回だけやって、はい、それ以降やってない。そうなんです、ね、もう選べない、優柔不断だからそうですね、あなたはね、引き出物のカタログギフトなんかは吟味に吟味を重ねて選ぶ人ですからね。そうね。そうなんです。なのでこれが第1弾ということで、はい、あ、カニ鍋の写真撮るの忘れましたけれども、カニの写真は撮りましたかね。あ、撮りました撮りました。あ、じゃあ後々ツイート、うん、はい、野村家ラジオの方で今回お話ししたカニはこれですというのが載りますので、うん、ぜひ野村家ラジオのツイッターの方も、ご覧いただけたらと思います。ぜひぜひ。そんな野村家の近況でございました、はい、では今日最初の曲、私の方からよろしいでしょうか。お願いします。奥様もご出演なさっております僕のヒーローアカデミアから、うん、私が大好きなピースサインという曲です、ね、あ、いい曲、はい、この曲をお届けしたい米津さんのですね、はい、曲ですね、こちらを、お届けしたいと思います、はい、ぜひお聴きください。米津玄師さんでピースサイン。野村家へようこそ。いただいたお便りをご紹介していくコーナー。イエーイ。今回もたくさんのお便り、質問をいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは早速紹介お願いします。はい、ではご紹介させていただきます。はい、ラジオネームさつきさんからいただきました。さつきさん、ありがとうございます。ありがとうございます。めいこさん、野村さん、こんにちは。おわ、こんばんは。こんばんはです、今は。はい、こんばんは。書いてくれてますね。ね、ありがたい。お邪魔します。はい、いらっしゃい。いらっしゃいませ。突然ですが、お二人のこれから挑戦してみたい声のお仕事をたくさんお聞きしたいです。ほう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 。私はメイコさんのプラネタに大丈夫ですか？プラネタリウムのナレーションをいつか聞けますようにと勝手に楽しみにしています。美しい星空とメイコさんの澄んだきらめく声、はい、絶対素敵です、はい、あとはロシャオヘイ戦記のシャオヘイのような鳴き声が可愛らしい不思議なキャラクターとかも絶対に可愛いです。あ、わかる。あら、はい、そして野村さんにはぜひ朗読劇やキャラクターボイスのお仕事、はい、あるいは野村さんのお好きなゲームと関わるお仕事をしていただきたいです。いや、そうですね、本当にそうですね、はい、いや、ありがとうございます。ありがとうございます、まあ、確かに奥様はね、澄んだきらめく声ですとか、あと声が素敵ですねなんていうのをよく、私が取引をしている企業さんとか、はあ、制作会社さんとか、はあ、でも私がうち奥さんも声優やってるんです、ナレタやってるんです、ホームページあるんですって聞いてくれて、うん、で素敵な声なんで、ぜひ今度は奥様に、はい、そんな展開もすることがちらほらありますので。 ありがたいですね、はい、プラネタリウムいいんじゃないですか。いや、でもね、やってみたいよね、うん、ああいうよく最近プラネタリウムでこう、はい、星を見ながらいろんな物語が話されたりとかね、うん、そういうのあって、ああいうのはいいなって思うんですよね。そうですよね。それこそね、うん、エアーさんはね、かつて星越えなんていうのも、あ、そうですね、やってましたもん ね、うん、ロシャオ兵戦記のシャオヘイ、はいはい、ロシャオ兵戦記っていう、はい、映画が、アニメ映画が、ね、そうやってて、はい、私妖精とかいろんな役をちょいちょいやらせていただいたんですけどね、うん、シャオヘイは花澤香菜さんが、うん、可愛かった、はい、すごい可愛い、はい、シャオヘイが本当に可愛い映画だった、うん、あとアクションがね、素晴らしくってね、うんうん、鳴き声が可愛らしい不思議なキャラクター、どんなのができますか、今やってみると、まあ、猫だとしたら、鳴き声が可愛い、はい、猫、うん、ね、猫だよいやいや猫だよって言ってますけどね、おサザエさんの、はい、おタラちゃんみたいな感じ、真似なんてできないですこれがですね、なかなかに似てるんですよ今ちょっとですね、ね、チューニングがなかったんです、似てるんですよ。急に振られても難しいですいやーね、これね、お便りくれた方もきっと喜んでくださってるんじゃないかなと思いますけども、まあ、そういうキャラクターね、可愛らしいキャラクターなんていうのも、うん、奥さんもぜひ手を展開していってほしいですよね。そうですね、はい、ご要望があればいくらでも、いやいや、そうです、そうです、はいですね、はい、まあ、私もキャラクターボイスなんてのは吹き替えボイスオーバーはありますけど、うん、なかなかゲームやアニメのキャラクターをっていうのはご縁がね、あまり多くないので、確かに、はい、でも達也さんは
司令官、はい、なんか静かに指令を出すようなタイプの人、方向ですかね、うん、あとは、理屈に、うるさい人みたいなね、はいはいはい、眼鏡かけてますみたいなね、うん、リズメみたいなところですかね、うん、ボイスオーバーとかだとよくそういう役をやっているよね。私ボイスオーバーはですね、科学者が多いです、ね、そうね年配の科学者から若い科学者までですね、はいはいはい、よくやってますね、うん、はいですね、うん、なので、ああそうですね、我々はあの世界のドキュメンタリーなんていうのもね、はいはい、つどつど出させていただいたりしておりますので、ね、そうですね、あの回は全然かぶったり、はい、違いますけれども、あれ結構ね再放送やなんかもやってますんでね、うん、あの調べていただくと、我々もツイートしろよって話なんですけどね、はい、再放送とかあればそうですね、つどお届けしたいなと思いますが、うん、ゲームのお仕事もしたいです ね、それで私一回ね、うん、ガンホーさんとパズドラのガンホーさんとね、MC やなんかでお声掛けいただいたりっていうこともありましたので、うん、あとやっぱり僕はこうこの数年で、モデルケースとして野村家でやっていきたいのはやっぱり奥様と一緒の仕事っていうので、うん、まあ、言ってみるもんだなっていうのはこのラジオが現実になりましたから。確かに ね、まさかあのこんなことになるとは思わなかったもんね。いや本当にありがたいこのね、うん、スカイウェブ FM というところの開局に合わせて我々ラジオやらせていただけてるって本当に嬉しいなっていうのが実現したということに私はとても味を占めましたので、このまま、まあ、吹き替えとナレーションはボイスオーバーか、うん、は僕ら一緒にやったことあるんですよね。そうね、はい、なのでアニメとゲーム、うん、ここに野村家で参入できたらいいな、ね、まあ、なかなか高いハードルではあるけれども、ですけれどもというところで、うんうん、はい、なので私ね、 そのあなたもね仲良くさせてもらったアニメ監督さんなんかいると、どうですか奥さん、 ね、お母さん役、だお父さんで私、すでに亡くなっている回想シーン出てくる1回でいいんで僕出してくださいお母さんと娘の物語で、娘が主人公、はい、お母さんがいて、お父さん亡くなっている回想シーンでパパだよ出てきて、すごいピンポイントなシチュエーションだけど、そうですよ、それでやりたくて私ボイスサンプルも撮りましたからね、お父さんの、そうですよ、私のホームページ行くとありますから聞いてください、はい、あれのですね、いつもありがとうって言ってるの、うん、僕はもう奥様を思い浮かべて話してますから、おー、なるほど、ぜひ、はい、皆さん聞いてみてくださいといったお仕事がね今後増えていくといいなと思いますので、ね、はい、はい、皆さんもぜひ応援していただいて、よろしくお願いします。いろいろなところでこんな野村さん、野村家という夫婦で声の仕事してる人いますけどどうですか、皆様が広告塔となって我々をプッシュしていただけるととても嬉しいですのでどういう番組なんだろうこれ、はい、ということでありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい、では次のお便り行く前に一旦 CM をお聞きください。野村家へようこそ。それでは引き続きましてお便りご紹介していきます。はい、では続きましてのお便りは続きの、はい、どうぞ。続きましてのお便りはラジオネームゆずるさんからいただきました、はい、いつもありがとうございます。達也さん、めいこさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。2021年も1ヶ月が過ぎましたが、はい、お二人の今年はこれが来るってものやこと、はたまた作品などはありますか。なるほど、なるほど。ちょっと時間のあれなんで1ヶ月ってなっちゃってますけど、はい、はい、そうですね、今年は2021年これが来る、うん、何かありますか。そうですね、なんか物とかっていうのはそんなにあの流行にあの強い方じゃないのではい、はい、あれなんですけど、個人的にこれが来てほしいなって思うのが、はい、あのやっぱ2020年、うん、こういうコロナの時期もあっていろいろ配信が増えたじゃないですか、はい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 、で舞台とかの公演も配信公演、うん、私もやったけども、うん、増えてきていて、うん、でそれのハードル、はい、がもっと下がったらいいななんて、ああなるほど、実は思ってます。その例えば、うん、配信する環境だったりとか、そうそうそう、あのやっぱ配信するっていうのって、はい、やっぱり予算がかかるらしいんですよ。あなるほど、ね、配信するっていうこと自体にね、はい、だからそこのなんかもうちょっとやる人がいっぱい増えて、うん、なんか劇場の公演プラス配信っていうのが結構スタンダードになって、うん、その配信のハードルが下がれば新しいお客さんとかね、うん、試しに見てみたいなって人も増えるし、うん、劇場行きたい人は、まあ、推しとか ね、はい、会いたい人がいたりとか見たい作品が、ね、生で見たいとかあったら、うん、絶対行くので、まあ、万全のねそう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 体制で、ね、なので、はい、あのまあ、それ以外の人たちに、うん、やっぱ配信とか遠くの人とかね、うん、そういう人たちがもう気軽に見れて、またさらにそう演劇とかそういうのが発展していくきっかけになったらいいななんて
まあそうですよね、うん、今まででもね、うん、あ東京でしかやらないんですねって言って、そうそうそう、来られませんっていう方がいたりとか、うん、とかやっぱこの日は無理みたいな人もアーカイブがあれば、うん、そうですね、そう後から見れるとか、あと何度も見たいんですって人が、はいはい、やっぱりね、全公演見たいけどチケット取れないんじゃみたいな人は、うん、配信で見るとか。そうですね、うん、まあ、だから今だとね、配信のプラットフォームをいろいろね、あれこれするっていうとお金かかりますけれども、うんうん、だんだんそれがスタンダードになっていけばね、そうそう、そうするとね、もうちょっとね、チケット代金とかその辺とかも少しね、うん、抑えられるようになったりとかすればもっと身近になるんじゃないかなって思ってですね、うん、劇場とかライブハウスとかがね、うん、配信込みプランとかでね、そう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 、3日間でいくらとかね、うん、そういうので貸してくれればね、ね、いいと思いますし、うん、応援したい人たちは応援したいですからね、そう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 、そうなのよ本当にと思って、だからそういうのが今年もうちょっと発展していったらいいんじゃないかななんて個人的には思ってます、はい、なるほど、うん、私の今年これが来るはですね、うん、まあ、漠然としたアイテムとしてではですね、うん、あのメガネ型のそのメガネのところでこうスマホの画面みたいな、うん、そういうあのドラゴンボールでいうスカウターみたいなやつ、はあはあ、少しあるんですって、そういうスマートグラスっていうのは、うん、今少しずつ出てるんですけど、うん、まだちょっと形がとか重さがとか、はいはい、やれる機能がとかっていうので、まあ、今だとまだランニングの時に曲を聴いたりみたいなことぐらいらしいんですけど、はい、後々この1年ぐらいであのメガネの形をして、うん、そこにモニターで例えば道案内がこの見てる中で、あこの矢印の方向に行けばって言ったら、はいはいはい、いちいちスマホを見ずに済むとか、はいはいはい、もう曲もね、うん、あのイヤホンではなく骨伝導で聴けますだったりとか、すごい、で あのあれは何だろうって思ったものに対してこう検索してパッとここに表示されるとか、うん、あるいはアイアンマンの世界で通信あったじゃないですか、はい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 、ここにペッパーの画面が出てきて、うんうん、誰かから着信ですってここに出て、うん、ではいもしもしみたいな歩きながら、うん、いよいよあの人は独り言かなって今でもね、うん、ありますけど、まあでも最近ねそれは慣れてきたけどね、うん、それがきっとスマートグラス的なものはもっと、うん、あの技術が高まっていって、うん、っていうのは僕は楽しみですね、うん、わー未来の話だなでももうすぐそこまで来てるってことですもん ね, ですね、はい、あとあの作品で言うと私 あのあれが好きなんです、ネットでやる先輩がうざい後輩の話っていう、うん、あ漫画買ってるよね、ちっちゃい子とあのゴリラみたいな先輩のアニメ化されるっていうんだね、あそうなんですか、決まってるらしいので、それが今年はきっと作品としては僕は来ると、うん、楽しみな作品ですね、達也さんが楽しみにしている、そうです漫画買ってます、はいはい、ですね、なるほど、はい、皆さんはどういったものが来ると思いますか、実況してる皆さん、ハッシュタグをつけてツイートしていいんですよ我々がいいねをしに行きますよ、確かにね、はい、あの皆さんがね何が来るかってそうなんですよ、聞けたら面白いですね、そうなんですよ、うん、はいね、投資してる人がね今年はこれが来ます僕はもう本当かなって思いながら様子を見ますけれどもね、はい、ということでお便り、はい、今回もたくさんいただきましてありがとうございました、ありがとうございました、引き続きお便りお待ちしております、宛先をご紹介します、メールアドレスが野村家 .radio@gmail.com です、局のアドレスもあります、 info@892fm.com info@892fm.com です、ファックスは千葉 043-441-5592 043-441-5592 です、番組のホームページのメールフォームからも送っていただけますのでお待ちしております、はい、それでは曲紹介を奥様お願いします、はい、月に1回ぐらいはニュースの曲を紹介したい私です、素晴らしい活動、はい、ということで今回ご紹介するのはですね、はい、2017年3月22日に発売されたニュース8枚目のアルバムとなるネバーランドの中から、はい、You are not alone、はい、という曲をご紹介します、いい曲ですね、はい、こちらがですねあの、まあ、ネバーランドというアルバムについて語り始めるとちょっと、はい、あの全然時間が足らないので、はい、割愛しますけれども、はい、お願いします、はい、あの作詞作曲がグリーンさんでね、うん、このまあ何ですかね、応援歌、ザ応援歌っていう、はい、そうですね、うん、すごいあのニュースのみんなが力強く歌ってる姿に元気をもらえる曲です ね、はい、結構いろんな歌番組とかでも割と歌う機会も多いし、うん、ライブでもよく歌ってニュースの新たな、なんだろう、代表曲の代表曲の一つなんじゃないかなって思っております、ぜひ、あの聴いていただければと思います、はいはい、背中を押してくれる曲ですね、はい、ぜひ聴いてください、ニュースで You are not alone、 野村家へようこそ、続いてのコーナーは、コーナー、
案募集のコーナーでございます。はい、そうです、はい、なかなかこのね謎ですよね。コーナー案募集のコーナーっていうのがですね、はい、腑に落ちないというか、ね、あれ合ってんのかな、なんか間違えたかな。はい、コーナー案募集のコーナーに来たんですね。そうですね、はい、私たちの番組でやるコーナーを、はい、ぜひ募集してますっていうのを出してるんですけど、うん、それでぜひこういうのをやっていただきたいっていうメールが来まして、はい、はい、ちょっと読ませていただきます。お願いします、はい、ラジオネームはれさんからいただきました。はい、ありがとうございます、はい、アテレココーナー、おーっと来た、はい、来た。リスナーさんからミニ脚本や一言テーマを募集してボイスドラマのアテレコに挑戦してみちゃおうというコーナー。先行きが不安はい、かっこいい役の女性幹部とスパイが出てくるお話のようなふわっとしたお題から考えるのもよし、はあ、学園の王子様的存在な女の子の先輩役のメイコさんと、はい、それを遠巻きに見つめて密かにときめいている後輩くん役の野村さんが見たい。後輩メイコ先輩みたいな、なの無茶ぶりに答えるのもよし、はい、お二人がやってみたい役の脚本を書いちゃうのもよし。なるほど。お二人のこんな役も任せてくださいという魅力のアピールにもなりますし、リスナーも楽しめるというコーナーをぜひともお聞きしたいです。いやー、素晴らしいコーナー、ありがとうございます。なるほど、そうですね、我々声優でございますからね。そうですね、はい、奥様はねゲストで出たラジオとかでそういうのやってきたわけですよね。そうですね、補足で、はい、私がそのゲストで出た声優声優というね、はい、インターネットラジオがあるんですけども、うん、そっちのコーナーが大好きすぎて、この方が聞いてくださったわけですね。そうですね、ありがとうございます、はい、ぜひやってほしいです。不定期とかでもいいから、なるほど私もかつてですね、はい、マンスリー MC やった時にですね、はい、やっぱそういうコーナーがあって、うんうん、お便りが来たのはですね、キノコで5分みたいな、キノコで5分キノコで物語を展開してくださいみたいなえ、それは何、お便りがあったんですよでお二人相手の方が、はいはい、メインの方がいて、うん、お二人がキノコとして役を演じるドラマが聞きたいですみたいになって、うん、で、まあ、こう打ち合わせで、うん、どうしましょうって、じゃあ私、うん、松茸でみたいな、うん、じゃあ私はしめじでみたいな、へー、だから始まってキノコ王国って体に始まって、はあ、もうその場即興そのまま、へー、すごい。確かね、最終的に川に流されていった記憶があります。あ、なんか私それ見た気が、聞いた気がするな、一緒に聞いてくれたはず、うん、執事のしめじみたいな感じ、はい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 、姫様みたいなことをやって、はい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 、なんだかんだで大冒険になり、うん、二人とも、まあ、二キノコとも流されていって、うん、そこで、流された先で、美味しいしめじの里ができましたみたいなもうね、この手のやつはね、うん、アイコンタクトでね、うん、どっちが締めくくるんだっていう落ちどっちがやるのって言って、すごい圧をもらったので、うん、落としました私が。いや、これはね、それ二人で やろうとなったらね、私はずっとアイコンタクトしてる、はい、もうあれですよね、次どうするどうするみたいな、はい、いっそ多分あれですよね、奥様が、うん、虚空を見始めますよね、私はもう大丈夫ですあとお願いします、虚無の顔奥様、あと達也さんのナレーションでよろしくお願いしますみたいな、はい、そうですね、こうしてめでたく二人は過ごしたのでしたまあそういう時は大体終わりますからね。確かにね、あ、まあでもこういうのもし案がですね送っていただければはい、はい、まあ別に原稿に起こすまでする必要はないですけれども、うん、ざっくりとしたシチュエーションをいただければですねこれでですね、お二人が動物になってるの聞きたいですって言われて、はいはい、もうワンニャンワンニャン言ってです ね, ね終わってもいけませんので、まあその場合はね、達也さんがね、はい、青学の、はい、放送部だったっけ、はい、そうですね、アナウンス研究会でラジオドラマなどを作っていた経験がございますからねいや、台本は書いて送ってきていただけた方がいいですよはいですね、あ、こういうのやってみたいですね、ぜひね、うん、はい、なのでぜひ、お題募集してますので、はい、よろしくお願いします、はい、来たらやります、はい、はい、ということで続きましてのコーナーに進みましょうか、はい、続きましては野村家のお悩み相談部屋、はい、ということで、はい、年齢も性別も違う2人がお互いのさまざまな視点からリスナーさんから送られてきたお悩みに答えるコーナーということで、はいはい、続きましてハレさんからね、はい、お悩みのメールもいただいておりましたので、はい、読ませていただきます。お願いします。はい、めいこさん、野村さん、おはようございます。ございます、あるいはこんばんは、こんばんは、はい
お邪魔します。はい、いらっしゃい。いらっしゃいませ。毎週野村家ラジオにたくさんの元気と幸せ、頑張る力をいただいています。ありがとうございます。はい、そんな風にいつもお二人の存在に励まされている私の悩みは、誰かを応援したり励ましたりすることがとてつもなく下手ということです。以前部活の後輩に、先輩が応援してくれているのは伝わるし嬉しいんですが、すごくプレッシャーになりますと言わせてしまって以来、ずっと反省しつつ悩んでいます。プレッシャーを与えてしまった時点で、それはもはや応援ではなくて、ただの私の自己満足で身勝手な行動になってしまっているということですよね。自分の伝え方の下手さにイライラして、いつも悔しくなります。また私には大好きで応援したいご夫婦で声のお仕事をしていらっしゃるお二人がいるのですが、あら、まあ、ほら、応援していますとお伝えするたびに、もっと別のいい言い方があったんじゃないか、迷惑や重荷になってしまっているかもしれないとぐるぐる考えてしまいます。はい、お二人はどうすれば応援や励ましを上手に伝えられるようになると思いますか。またお二人はどんな風に応援してもらえるのが嬉しいですか。お二人の考えをお聞きしたいです。はい、ということで、あら、まあ、ありがとうございます。ありがとうございます。もし仮にこのご夫婦で声のお仕事をしていらっしゃるお二方が我々だとしたら、いかなる応援も力になっておりますので、本当に全く重荷とか考えない、迷惑とか考えずに応援していますを声にして届けてください。はい、そうですね、やっぱりこういう仕事をしてると、はい、応援してもらえることが本当に何よりの力になるし、うん、そうですね、だしやっぱ伝えてもらって初めて気づける部分もあるのでね、はい、そうなんです、うん、なのでね、影からひっそりでも素敵ですけれども、うん、それよりもズカズカズカ応援してます、ありがとうございますっていうやり取りがあった方が我々は励みになります。本当ですね、はい、なんか私自身はあまりそれ苦手なんですけどとなると、うん、このね、お便りいただいたような応援の仕方というのはどうしたらうまくいくんだろうっていう悩みは、うん、似てるところあるんですかね。そうですね、なんかやっぱりすごい応援したいっていう気持ちがあるけど、はい、あまりにもなんかそれを、うん、ね、好きです好きですって言いすぎると、うん、それはそれで迷惑になっちゃうんじゃないかみたいなね、不安に近いかもしれないですね、うん、思ったりすることがあるので、うん、なんかね、それはちょっとわかるんですよね、はい、ただまあ、うん、そうですね、言い方っていうのもひょっとしたら難しいかもしれないですよね、うん、例えば期待してるねとかっていうのが続くと、うん、っていうのは会社とかでもね、うん、よく上司からの期待しているというのは NG であるみたいな、うん、はいはい、あったりすると言い方が、そうしたらじゃあ、まあ応援してるとかだったら別に重荷にはならない、うん、そうですね、なんか応援されてるってわかるだけですごい安心感があるし、うん、ね、だからね、なんか過度に期待してるというよりは、ね、うん、活動をもう見守ってます、応援してますっていう、そうですね、言葉があれればもうそれだけでいいんじゃないかな。これがね、例えばね、ちょっとこう思いが強すぎてしまって、ね、うん、こういう活動してほしい、こういう活動してほしい、うん、こんな姿も見たいんですみたいなことがドドドドってくると、うん、おーおーおー、プレッシャーになるぞみたいな、うん、なるかもしれないですけども、そしたらね、あなたのこういうところが好きなんです、うん、こういう活動している姿が私はとてもいいと思いますっていうのを言ってくれるだけでね、うんうん、我々に置き換えるとね、私はもう2週間はそうですね、気持ちよく眠れますね。達也さんは本当にね、人の、褒められるとか褒められたいマンです大好きだもんね私だからナレーション行ってクライアントさんが、うん、いや、いいお声でしたねとか、うん、すごくよくいい作品映像になりましたって言ってくださると、うん、僕は本当にありがとうございます、その言葉で私は1週間枕を高くして眠れますまで本当に伝えて帰ります、うん、ね、なんかいや、そこはね、素晴らしいところだと思っていて本当に私、うん、ついつい謙遜してしまう、はい、ところがあって、はい、いや、あ、そんなありがとうございます、でもみたいな、あ、でもそれって本当は良くないなと思ってて、うん、まあでもそれって僕なんで言うかっていうと、うん、そういうと、あ、言うと喜ばれるんだなって思ったら、うん、このね、クライアントさんやね、うん、企業やディレクターさんは他でも言うようになったらね、うんうん、僕らも嬉しいじゃないですか、うんうん、みんな幸せだから僕にも言ってくれ、うんうん、っていう。でも確かにそうなんですよね、応援する側になった時に、はい、ね、めっちゃ良かったです素晴らしいですって言った時に、うん、あ、ありがとうって言ってくれたら、うん、わ、よかったみたいな、ね、気持ちになるから。そうですよね、まあ、そう考えるとね、お互いにね、なんかそう気持ちよい関係でいられるように。あとね、自信がないみたいなことを言う人にがいたりするとね、うん、ファンの人は、こんなに素敵なのにとか、うん、こんなにたくさんの人が応援してるのにって言っても、うん、いや、自信がなくてって言われると、あ、もどかしいみたいになったりもするじゃないですか、うんうん、あ、言いがちだね、私自信がないみたいな奥様がどうこうは、いや、そんなことない、奥様だってね、応援されてありがとうっていう人じゃないですか、うん、そう、 ありがたい、本当にありがたいですので、うん、もう気兼ねなく応援してあげればいいんじゃないかなって僕は思います、うん、ね、悩んでるんだとしたら、ね、何かをその期待するってことではなくて、うん、ただただ私は応援してるよ、あなたの味方だよっていうことが伝えられれば、それでいいんじゃないかな、うん、
声の力っていうのは本当に支えになりますからね、うん、あなたがこの、ね、お便りいただいた方や聞いてる皆さんが思うよりも励みになってますから、うん、どんどん応援してください、ねはい、本当に全然気にすること全くない、うんうんですね、はい、なのでもしねプレッシャーになりますって言われてしまったらあどこら辺がっつって僕は具体的な解決案を求めてしまうので、うんね、それでねここがプレッシャーですって言われたら、はい、よしそこからそこからよし添削してじゃあ次はここをなくしていこうって言えばね、うん、まあそうねだからプレッシャーに感じるのもそれ人それぞれだから、はい、あこの人にはダメだったんだって思ったら、うん、じゃあその人にはやらなければいいだけの話で、うん、そうそうそう人によってはそれがねあのちょうどいいって人もいるだろうし、うん、本当人それぞれですよ ねまずボールを投げてみる、うんね、帰って、うんね、うまく帰ってこなかったら違ったなっつ、うん、じゃあ違う球を投げてみる、うん、ぜひ、そうやって応援することを、ね、ちょっとこうネガティブになることなく、うんぜひぜひ笑顔で応援してほしいと思っておりますので、うんいますはい皆さんも野村家を応援する声はたくさん届けてください私たちは手を挙げて喜びます、はい、もうお家で本当に2人でニコニコしながらツイッター見てますんでねぜひお便りお待ちしております、はい、ということでお悩み相談もありましたらぜひコーナーからお届け、お送りいただけたらと思います、はい、さて曲をご紹介していきましょう私野村から、うん天空の城ラピュタというですねおそらく私が人生で初めて映画館で見た映画のはずなんです、うん、記憶が正しければ親戚のこと見に行きました流れてくるあの君を乗せてっていうね井上あずみさんの曲、うん、いい曲もうあのねイントロ流れるだけで僕は全部のストーリーが走馬灯のように流れて泣いてしまうっていう冒頭でね映画の冒頭で流れるんですけど、はい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 、全部知ってるもんだから、ね、泣けちゃってしょうがないオープニングのあの映像も、ね、そうですそうですあっからも泣いてしまう、うん、そして最後ね物語が終わった後に流れたもうブーブー泣いてしまうそんな名曲をぜひ聴いてください、はい、井上あずみさんで君を乗せて野村家へようこそということで第10回目の放送もあっという間にエンディングの時間となってしまいましたはいありがとうございましたいや気づけば奥様10回やりましたよねえ、時間で言うと10時間ねえすごいいやいや、ね、やったねいややりましたねそうですねいや、うん、ね最初ね始まる前なんていうのはね、うん、そんなに喋ることあんのかなって言ってましたけど、ね、毎回どうやら聞くところによると時間はオーバーしてるようですからねらしいですねびっくりお届けする曲がちょっと短くなってしまって、うん、申し訳ないっていうぐらい喋ってるようで、うん、いや10回ですよねえ、ねもう2ヶ月ってことかそうですね週2でやるから1週間に2回カウントされていくので、うん、1週2週週週週週8まあそうだだあだだから1月から始まって2月だから1ヶ月以上やってますうーんいうところでもうね皆様からのお便りなどをいただいているおかげで、ね、本当に、はい、10回目を迎えることができましてありがとうございます本当に、はい、私たちだけじゃねねえ本当にね近況トークだけで1時間なんて、うん、とてもじゃないですけど、ね、もう近況ないよみたいなことになっちゃうからねそうですよそうですよこの1週間のご飯をちょっと探りましょうかねそうそうお便りもらうとあのいろんなことを思い出してきたりとかねそうなんですよね、うん、そのお便りをきっかけにトークが展開していく、うんまあ、今回もたくさんご紹介させていただきましたけれど、はいはい、これからもお便りは皆様からのお便りが命綱ですのでたくさん送ってください、はいはい、お便りの宛先をご紹介しますメールアドレスが野村家ラジオ @gmail.com 野村家ラジオ @gmail.com です局のアドレスもあります info@892fm.com info@892fm.com ですファックスは千葉043-441-5592ファックス千葉043-441-5592ですまた番組ホームページのメールフォームからも簡単に送ることができますはい番組のホームページやツイッターのアカウントがありますのでぜひ見ていただければと思いますフォローもしてねはいお願いします、現在募集中のコーナーはホームページの方にあの詳細を詳しく書いておりますので、はい、ぜひご覧いただければと思います、はいツイッターは、ツイッターハッシュタグ、うん、野村家ラジオでぜひ感想などつぶやいてください、はい、野村家ラジオはあ違う野村家は漢字、はい、ラジオはカタカナです、うん、今のところあれだね、うん、勝率は5分ぐらいで5割ぐらいで うまく言えたりよく分かんなくなったりしますね今ちょっといい感じでいけてたなって思ってたんだけどねなんかよく分かんなくなりますやっぱりね奥様がね一番ちゃんと喋るのは、うん、ニュースの曲紹介のあの1分の説明はですねちゃんと準備してるんでよどみがないんですねいやいや
や、他のとこもちゃんと準備してますよ。ね、ですけれども、はい、まあ、それもね、このラジオのですね、うん、あの一つの売りですから、奥様の人となりがこんなに素晴らしい方なんですよっていうのをお届けする1時間というのが私の最初のコンセプトですから。うん、なるほど、では、はい、私があまりしっかりしすぎてはいけないということですかね。お、このあたりで奥様がどうやら甘え始めるという。そかそか、ハードルを下げていく感じ。私がしっかりしてもしょうがないからちょっとぐらいいいよね。このままの方がいいのかもしれないな。わかんないですよ、そのうちめいこさんもうちょっとちゃんとしてください。いい加減にしろみたいな。そこまでの語気の人はですね、多分ファンの方にいないと思います。もう20回も30回もやってるのに、うん、めいこさんに成長が見られません。あ、まあ、めいこさんはいつもあんな感じなの。それでも僕はね、可愛いと思いますけれども、まあ、10回をね今回迎えることができましたから、はい、このまま20、30と。そうです ね、 ね、100ってどのぐらい先なんでしょうかねっていうの。本当に ね、まだ想像はつかないけれども、つかないですけれどもね、うん、いろんなコーナーも新しくやったりですとか、はい、しながら、まずは次は20回を目指して、はい、はい、頑張っていきたいと思います。3月か4月か5月ぐらいですかね。お、すぐじゃん。はい、そう、学んだって週2回やってますからね。はい、次回は2月の20日の土曜日の朝10時から予定しておりますので、はい、どうぞ引き続きお聞きください。ということで、記念すべきここまで全く触れなかったけど10回の放送も終了となります。はい、お聞きいただいてありがとうございました。ありがとうございました。達也とめいこのほのぼの夫婦ラジオ、野村家へようこそ。ここまでのお相手は野村達也と川崎めいこでした。次回もまた遊びに来てね。